僕は今深谷駅に来ています。ところでこの深谷駅舎はなんだかとても東京駅に似ていますよね。深谷駅に関してはまた今度別で動画を上げたいと思っていますので、今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。今回はここ深谷駅を始発とする高崎線に乗っていこうと思うんですが、4つの珍しいポイントに着目してご紹介していきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。改札内に入っていきますと、深谷始発土休日ダイヤ7時7分発熱海行きの案内が目立つところに置いてあります。高崎線はほとんど高崎駅もしくは籠原駅発着となっていて、深谷駅始発は土休日ダイヤの場合は7時7分発の熱海行き、平日ダイヤの場合は6時33分発の上野行きと7時7分発の小田原行き2本だけです。なのでそもそも深谷駅始発ということ自体とても珍しいです。番線に注目していただくと、通常高崎線の上り列車というのは深谷駅1番線から出発、下り列車は2番線から出発するんですが、深谷始発の高崎線というのは通常上り下りどちらの列車も発着しない3番線から出発します。深谷始発の高崎線の珍しいポイント2つ目が深谷駅3番線から出発するというところです。少し前までは東京方面からの深谷行きというのが運転されていて、その深谷行きというのが夜ここ3番線に入線をして一晩夜間停泊を行った後、朝の深谷始発として東京方面に折り返すといった運行形態でしたが、現在東京方面からの深谷行きというのは定期列車では消滅したので、朝隣籠原駅にある留置線から深谷駅まで回送してきて深谷始発として運転されるというちょっと無駄の多いダイヤとなってしまいました。続いては両数の方に注目していきましょう。1番線からは高崎方面からの上り列車が出発していきます。1号車を先頭に1、2、3、4号車と5号車はグリーン車となっていて、その後ろ6、7、8、9、10と10号車が最後尾になっています。基本的に高崎線の籠原高崎間というのは普通列車は最大でも10両編成しか乗り入れません。しかし今回乗っていく深谷始発はと言いますと、同じく1号車が先頭となっていて最後尾10号車、そしてここで終わるのかと思いきや10号車の後ろには付属編成の11号車から15号車までが連結されています。深谷始発の高崎線の珍しいポイント3つ目は深谷籠原間で15両編成で運行されるところです。深谷駅に15両編成の E231系、E233系が停車しているところを見られるのは1日に1回もしくは2回です。ほぼ全ての列車が籠原高崎間は10両編成で運行されていて、この朝の深谷始発のみか深谷籠原間で15両で運転をしています。そして深谷高崎間というのは完全に定期で15両編成の列車は入線しなく、全て10両編成で運転されます。かつて深谷駅は2、3番線のみが15両編成が入線可能で、1番線は10両編成しか入線はできなかったはずですが、現在ではホームが継ぎ足されて15両編成が入線できるようになっています。これはその次の深谷駅本庄駅も同様で、その3駅ではホームが途中で継ぎ足された境目を見ることができます。映像は本庄駅なんですが、もともと14両編成までが入線できるような構造になっていて、15両化するために1両分だけホームが継ぎ足されたようです。遅延時などは籠原駅での増解決作業を省略するために本庄駅まで15両編成で入線することがあるみたいです。再び深谷駅の映像に切り替わりまして、こちらはコンコース内に設置されている電光掲示板なんですが、籠原駅で15両編成に増結する場合は真ん中に増結の文字が表示されます。ただし深谷始発に関してはもうすでに15両編成なので、その増結の部分が15両という表示に変わります。深谷駅の15両編成の停止位置に止まった電車を見るのはなかなか違和感がありますよね。1番線には再び高崎からの10両編成の列車がやってきました。あちらも同じく E233系ですが、10両編成の場合は駅舎寄りに停車をします。それでは7時7分になり扉を閉めて深谷駅を出発していきます。今回は深谷始発でないと乗ることができない15号車に乗っていきたいと思います。
あえて車内を映すように撮ってみたんですが、 LED の深谷の表示と車端部に貼られている号車のシールの15の組み合わせというのはとても貴重です。列車は深谷駅3番線から出発するということで、この1面2線のホームの2番線側は下りの高崎方面の線路です。ここから先東京方面へ行くためには2本隣の上の方面の上り線に転線をする必要があります。その転線というのが深谷始発の高崎線の珍しいポイント最後の4つ目なんですが、まもなくすると別日に撮影した全面展望の映像に切り替わります。深谷駅の東側は結構こんな感じでごちゃごちゃとした複雑な配線になっていて、右側には保線車両を留置させておくための線路も見えます。駅を出発すると今乗っているのは上り列車ではあるんですが、高崎線の下り線に合流をします。そして数十メートル高崎線を逆走して、今度は下り線から上り線への渡り線を使ってくねくねと蛇のように転線を繰り返していきます。簡単に言えば深谷駅の3番線から高崎線の下り線と平面交差をして上り線に転線するというわけです。15両ととても編成が長いため、先頭車両が上り線に合流をした後もしばらくの間は徐行を続け、最後尾の15号車が完全に上り線に転線が完了したあたりでスピードを上げ始めます。籠原駅近くの側線には付属編成の5両が停車中です。籠原駅でスピーディーに増結作業が行えるように、基本編成が籠原駅に入線する前に付属編成はあのように近くにある側線で待機をしています。ただしこの列車はもうすでに15両編成なので、あの付属編成は後続の10両編成に連結されます。籠原駅は1番線に到着。一見すると何の変哲もない当たり前の風景に見えますが、1番線に入線するのは基本的に高崎方面からの列車で、最初から15両に増結された籠原始発の列車が入線するのは2番線なので、15両編成に増結された状態で1番線に入線する光景というのも1日に多分多くても2回しか見られない光景だと思います。増結作業はないので籠原駅に到着して扉が開くと、すぐに発車メロディーが鳴って籠原駅を出発していきます。増解決が行われて最初の出発というのはブレーキや走行機器の確認のためか、最初徐行をしていくんですが、この列車は最初から15両編成なので徐行をすることはなく、すぐに加速を始めます。ここから先は特別なことはなく、15両編成の高崎線として終点の熱海駅まで走ります。ここからの内容は完全に個人的な憶測とはなるんですけれども、なぜ深谷というなかなか絶妙な始発駅の列車が朝に数本運行されているのか考えてみました。高崎線の朝ラッシュ時の本数というのは凄まじくて、7時台には山手線に迫る4分間隔で出発しています。高崎線の場合、籠原駅で増結作業というどうしても3分間は停車時間を取られてしまう作業がありますから、隣の深谷駅であらかじめ15両編成として運転してきて、籠原駅での停車時間を短くして運転本数を確保するために、深谷始発というのが平日2本運転されているのではないでしょうか。休日の深谷始発については特に深い意味はないように感じますが、おそらく深谷駅で夜間停泊を行っていた時の名残だと思います。ということで今回は1日に数本しか運転されない珍しい深谷始発の高崎線のご紹介でした。お楽しみいただけましたら幸いです。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。